皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、集客は自力でできる力を身につける、他者に依存しない集客スキルとは、ということについてお話をしたいと思います。ですね、いろいろな世間情勢とか社会情勢とか、危機的な状況になったりとか、地震とか災害とかいろいろある時にですね、一番弱い産業というか、一番弱い会社の状態、事業の状態っていうのが、他者に依存をした状態で集客をしていたりとか、事業が成り立つっていうモデルを作ってしまっている場合には、途端にそうなった瞬間に自力で立て直すことができないので、非常に苦しい苦戦を強いられる状態になるということなんですね。で、そんな状態をどういう形で普段から備えをして、そして準備をし、ビジネスモデルをどう考えたらいいのかっていうことも合わせて、お伝えしていきたいなというのが本日のテーマです。じゃあまず本題に入りますね。1つ目のですね、他者に依存しない集客っていうのは、どういうことなのかっていうと、教室業でいうと、一番他者に依存して集客をするっていう形は口コミ紹介です。でこれはプラスアルファでいただく分には何ら問題ないんですよ。自分で例えばネット集客でもチラシ集客でも何でもいいんですけれども、ちゃんと自分で計算をして自分で集客ができる目処が立っている状態で、プラスアルファで突然紹介されるとか、突然その人の友人が紹介してくれるとか、そういった降って湧いたようなラッキー的な形で紹介が増えるのは何ら問題ないんですけど、だから年間計画に見込まないということです。これが例えば紹介でほとんどとか、口コミだけでほとんどっていうのを、ある意味それは素晴らしいことなんですよ。口コまれる教室だから集客してませんっていうことで全然構わないんですけれども、それはですね、長く続く保証がどこにもないっていうことなんですよ。なぜならば集客を他者、他の人に預けてる、依存してるからです。だからじゃあその人たちに何かあったら、その人たちがいなくなったらどうやって集客をするつもりなんですかという話をすると、いや口コミでずっと来てたんでそれがなくなるっていうことがわからないっていう方も中にはいらっしゃって、で現実問題どうするんですかっていう話をしたその数年後に、その方とお話しした時に、例えば団体で入っててくださった方が3団体ぐらいが同じ時期に辞めてしまった、それが、転勤みたいなのもあったらしいんですけど、グループ内での喧嘩があって全員で来なくなるとか、何個か重なって、とにかく3グループが一気になくなったっていう時に、さすがにその先生は青くなってましたよね。そこが一番大きなボリュームのあるグループだったからです。要はそういう誰かが主導できている場合とかだと、自分でコントロールしようがないのでですね、それが当たり前だと思ってやってしまっていると、いなくなった時に本来であれば集客ができる先生であれば、じゃあその穴を埋めようということでどうにかするんですけれども、やったことがないと集客のしようがないっていうのが、残念な答えになってしまうので、いいレッスンをやってなければ紹介はされません。だから紹介口コミがあるっていうのは素晴らしいことなんですけれども、そこにばかり頼ってる事業計画を組むっていうのは危険なのでやめましょうっていうのがまず1点目ですね。で2点目はですね、立地に依存をするっていうことですね。これは、いい点でもあるし悪い点でもあるんですけれども、例えば駅前の教室っていうのは駅より遠い教室よりは絶対に有利です。まず駅前だから、人が来やすいからっていうことですね。あとは何かその特別な施設とか、そうだな、例えばパンとかの教室ですぐ横に成果材料店が店としてあるとかっていうと、横だからっていうことで寄ってみてもらえるとかね、通ってくれるとか、そういうのももしかしたらあるかもしれないですけど、そういう場所を選んで開店してるっていうことではもちろん全然構わないんですが、その人を寄せてくれてるであろう場所がですね、なくなることだってありえるし、倒産することだってありえるし、潰れることだってあり得るし、業績が傾くことだってあり得るわけですよね。だからその立地でその隣のものとか周辺のものに寄った形で集客ができてしまっている場合には、これもまた危うい感じなんですよね。立地がいいのは、いいんです、有利だから。だけどそれがなくなっても自分はやっていけるかっていう観点で、教室のコンセプトとかそちらの力を磨いていくっていうことがどの道必要になるっていうのが結構大事になってくるかなっていうところの答えですね。はい、ですので、何かあった時にその周辺の施設がなくなってしまうと、成り立たない商売をもともと選んでいると、自分の力ではどうしようもないことが起こるということです。例えば、教室業とは関係ないかもしれないですけれども、コロナ、ウイルスの、社会的不況の状況においてですね、例えば遊園地とか、デパートとか劇場とかのすぐ横でその人たちが出てくるのを見越して飲食店をやってる方とかは当然打撃が大きいです。自力のその単体での施設で集客できてるわけではないので、逆に山奥の不便なところでもそのシェフの腕、料理、おもてなし、そのお店自体のクオリティで仮にそのお店が成り立っているとすれば、その何かの周辺の施設に頼ってないっていうことであれば持つ可能性はあります。だから、別の何かに依存するっていうのは、広告もそうですね。私は広告は弾みをつけて、集客をしていくのに使うっていうのは悪くないなとは思ってるんですけど、広告に依存する率が7割を広告で回してしまっていると、自力集客、いわゆる SNS とか使うとかブログを使うとか SEO 対策で地道にホームページから人が来るとか、その対策よりも異常に広告の方の比率で人を呼んでる比率が高い場合には、広告費がなくなった途端に集客できなくなりますし、その広告がいつでもうまくいくとも限らないので、お金が出ていくだけ出ていってっていう部分の不安定さはどうしても残るので、自力集客っていうのは面倒で時間はかかるんですけれども、ブログを書くとか YouTube を地味に上げるとか、そういうのと併用で広告を使う分にはいいんですけど、広告頼りでやってる、例えばホットペッパーだけとか、なんかそういう広告あるじゃないですか。ビューティー系だとね、ホットペッパー強いんですけど、そういった広告から来るお客様だけを相手にするというのに慣れてしまうと、永遠に広告払い続けないとダメになってしまうので、結構ここ収益を圧迫する大きな要因だったりするので、広告の比率を下げて自社で集客できる比率を上げていくっていう、これも結構必要だったりするんですよね。だから集客っていうのは自社の生命線になるので、自力でどうにかできる力を持っていて、プラスアルファ広告、プラスアルファ紹介、要は自力でどうにかできる力を持ってるっていうことは、自分がこういう活動をすればこれぐらいの人が来る、自分がこういう文章を書けばこれぐらいの集客できるだろうっていうのを手で生み出せるとかね、頭で生み出すことができる力っていうのは、やっぱり基本のベースとしてどうしても必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。で、あと私これが苦手だからやらないですっていうかできないですっていう話とかもよく聞くんですけど、特に教室の先生だとパソコンとかよく聞くんですが、苦手でもちょっとでもやってておいた方がいいですよ。っていうのが、世の中はもうそうなっていくものなので、世の中のトレンドの最低ラインは乗っておかないと、後でそれを使いたいって言った時に人と何十倍も苦労することになるんですよね。最初のうちのトレンドのうちはみんなもできてないから、ちょっとやればすぐ上に行くんですけど、後から追いつこうとするとものすごい努力が必要になっちゃうんですよ。だから効率が悪いから、私は先端のものをなるべく覚えるようにはしてってるんですけどね。その方がじっくりゆっくり覚えられるから、楽ちんだからっていうのが一番大きな事情なんですけど、ですからホームページが作れないからといって業者さんにいきなり丸投げで任せるっていうのはおすすめしないっていうのはそういうことです。結局内容が分かった上で自分が一回作ってすごく苦労した上で渡すと話が多分通じます。あとそのホームページが集客できるホームページに仕上げていくのってやっぱり自分なんですよね。自分の言葉と自分の写真と思いが伝わるように作らない限りはどんなに綺麗なホームページでも売れないっていうのはそういうことで、業者さんはあなたの代わりに文章を書くことができないからです。お客さんのことを一番よく知ってるのはあなただからです。それが肝なのにそれも丸ごと預けちゃうっていうのはお金で解決できない大きな損失ですね、そこに関しては。だから1回は苦労して作った方がいいです。でその後それを何度も何度もブラッシュアップしてよし売れるようになってきたぞって言って訂正を整えるために業者さん入れるのはいいです。なぜならばそのテイストとかは全部、基本引き継いだまま写真が良くなる、デザインが良くなる、だからもっと集客できるようになります。なので最初の基盤は自分がやっぱ作んないといけないのと、あとは自分で作るメリットっていうのはスピードですね。やっぱりスピードが速い。先日ですねちょっと私その緊急事態っていうこともあってそのコロナウイルスの対策で新しい講座を作る必要がある。要は、教室の先生が多分このスキルを持ってる方がいいっていうふうに思ったのを思いついたのが2週間前かな、頭の中で。1週間前ですね。でそれを構想をまとめるのに紙に書き出して、でそれに沿った動画を10本撮って、でそれをステップメールと呼ばれるメールに組み込んで、でそれを販売するためのランディングページと呼ばれるページを書いて、で販売したっていう、この一連の作業を総時間でいうと普通の仕事は普通にやってますのでね、どれぐらいかかったかな、多分24時間とか時間でいうと24時間ぐらいなんですけど、1日ぐらいでやってるわけなんですよ、数日に分けてっていうのが日常の仕事は普通にやっているから、それを空いた時間のところで新しい企画組んでっていうのをやったんですけどね。これっていうのは私が今まで小さいものを何個も何個も何個も作ってきてスキルが上がってきてるから、この時間でできるなと思って立ち上げてリリース、だから企画を思いついてから2週間で販売までこぎつけてるわけですよね。しかも動画も10本撮ってっていうそういう形ですね。ですからそれは動画も撮っていた、ブログっていうか文章もかなり書いていた、で写真も扱うことができる能力があり、ウェブサイトを作り込む力もあり、ステップメールを組み込むこともできて、それの紹介する、発売のための言葉を持っていて皆さんに伝えることができるっていう、その全部を持ってるのでその2週間でできたんですけど、これはしょっちゅうやってたら私の本業はコンサル業なんでしょっちゅうやってたら違うんですけど、緊急だ、よし今作りたい、人に頼んでる時間はないという時にはやっぱ自分で全部できちゃう方が早かったりします。これ人に頼んでてこの内容全部お願いしたらまず2週間ではできない、1ヶ月以上かかる内容でプラスお金も多分2,30万出ていく内容を1人でやってます。だからそれはウェブの知識が独立する時に必要だと思ってウェブの専門学校行って勉強してるからっていうのはもちろん大きいですよ。だから教室の先生そこまで全部やる必要はないです。ただし苦手だからといって一切手をつけないっていうのはやっぱり良くない。後できっと困ることになるから。なので集客に関わる部分で要はタイミングって結構重要で、この企画をこのタイミングに当て込めば最高の成果と効果が出るっていうのが、ちょっと時期がずれただけでも全然企画の内容と価値がガタ落ちになる時もあります。だから逆の時もありますけれどもね。だからそのタイミングを見極めるっていうのも経営者がやることだし、タイミングずらしちゃうと売れるものが全く売れなくなるんで、そのタイミングを生かすためには自分で作れちゃう方が早いんですよ、やっぱり。最悪の時にはですよ。人に頼める状態でお金が潤沢にあったら本業やった方がいいです。だからその時はいいんですよ。だけどこの商品は売れるぞっていう時にはもう自分でちゃっと自作でも作ってパッと売っちゃう方が全然商品は売れます。綺麗なサイトっていうよりも中身が分かりやすくって心に訴えかける商品であればいい。ということはライティング、文章を書く能力は絶対に必須ですね。はい、何度かお話ししてますけれども、私は写真を20年以上やってますし、結構いろんな本も出したりとかいろいろしてるんですけれども、写真の力ももちろん磨いてます。だけれども売り上げに直結するのは文章力です。間違いない。文章力があれば最悪写真がひっついてなくてもその言葉を読んで人が心を動かされれば、申し込みは入ります。だけど写真だけがめちゃめちゃ素晴らしくてもその写真の意味とかどういう講座を売ろうとしてるかっていう言葉がなければ写真単体では売れないです。だから写真はいいのに越したことはないけど言葉が大事で、その言葉を表現するために人に読ませるためにウェブサイトって絶対に必要になるから、ウェブサイトを作る知識も絶対的にあった方がいい。だけれどもまず言葉ということでライティング能力ですね、文章力っていうのは絶対必須です。でそれと同時に今は動画も必須になってきちゃったから、昔は全然大丈夫だったんですけどね、それもできていく方がいいということで、ますます教室の先生の、集客は忙しくなっちゃう。だからなるべく自動化した方がいいっていうことです。で集客を自力でやれる力がついて忙しくなって儲かってきたら、できる人にお願いする、お金を払って。でも非常事態は自分でも作れる、この環境を作っておくっていうのがやっぱりいいんじゃないかなっていうふうに思います。本日のまとめです。集客は自力でできる力を身につける、他者に依存しないスキルということで、まず1つ目は口コミ紹介だけには頼らないということですね。で、2つ目は場所とかそういう違う外的な要因に頼らないということで、3つ目はウェブサイトレベルの簡単なものは自分でサクッと作れる能力を身につける、この3つが必要かなっていうふうに考えておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。それでは。